僕はアジアでたまたま選ばれた石川遼と同じ大会で会うぐらい、その当時はマーチに行けば神になると思った。まあ日本人が嫌いなホストファミリーに当たっちゃったんですけど、英語を教え始めるという意味不明なこと、生徒の成績伸びたんじゃなくて、はい、僕の成績がめっちゃ伸びた。相模原で塾を作って、で山梨でもう1個作って、はい、で3個を、ま、回しながら大学行ったんで、教え子はどんどん海外行って、みんなペラペラで帰ってくるんで、はい、なんだこれと思って Hello で始まりました、モキテチャンネルです。今回はですね、やってまいりました島津先生にお越しいただきました。やってきました、お願いします。アジアナンバーワン英語教師はい、そういうタイトルです。すごい、本にすごい、アジアナンバーワン英語教師でオックスフォードロンドン大学ダブル合格、ビリギャルの主人公を教えてるっていう、ね、そうですね、さやかさん、すごい今頑張ってます、はい、IELTS 教えてるんですね。そうです。これもう肩書きがすごい。アジアナンバーワン英語教師ってどうやって決まるんですか？これはですね、まあピアソンっていう大きい教育会社、はい、まあ世界ナンバーワンなんですけど、はい、ベネッセが世界に、ちなみに、あ、ベネッセもう世界2位、世界2位ですよ、でそれでピアソンっていう会社が世界中から募集して、イノベーティブな教育、英語教育を実践してる人を、はい、まあ、選ぶっていうのがあって、はいはい、で5人選ぶんですけど、アメリカとかアジアとかですね、はい、でヨーロッパとかいろんな地域から選ぶんですけど、僕はアジアでたまたま選ばれた。たまたま選ばれた。申し込んでる人は少ないんで、そうそう、ああ、なるほど。1400人から選ばれたんですよ。あ、1400、それでもすごいじゃないですか。まあ、でもやっぱ日本人はほぼ申し込んでないと思うんで。あ、はい、そうだから、ね、ある意味日本人がレアだったっていうのもあると。はいはい。そこで、え、どういう教え？です、僕はこれイングリッシュキャンプです。ああ、なるほど。いや、そうです。やってるんですよ、山梨。山梨出身です。山梨出身で、はい、山梨から始めたイングリッシュキャンプとなります。はい、そうですね、僕も一回ね、東進の合宿抜け出して見に行ったんですあの、しかもスタッフの方が送ってきてくれましたそうそう、見に行ったんです。そのことしていいのかってね、はい、やってるんですけど、そうそう、日本でこのね、英語だけでやってるキャンプですね。そうですね、まあ、海外大学生を日本に呼んで、はい、日本で中高生向けのそのイングリッシュキャンプですね、やっているんですけども、まあ、すごい人生なので面白いと思うので、そこを聞いていきたいと思いますね。はい、多分ここ突っ込まれると思いますよ。なんだこの座り方はみたいな。ですよね。怖い怖い怖い。本当にコメント欄怖いんですよ。あの何も考えてないんですよ。僕ね、あの大学の時、はい、あのミクシーっていうのやってまして。ああ、はいはい、ありましたね。懐かしの。批判しか来なくて。こういうちょっと語源教えたりしたら批判しか来なくて、大会させました。大会させられても入れないみたいな。ネットは怖いです。怖いです。本当にで、まず最初、そうですよ、ゴルファー目指してましたよね。そう、もともとね、おじいちゃんの影響でゴルフ始めて、はい、でおじいちゃんが、まあ、死んじゃう時に形見としてくれたんですよ、ゴルフバッグを。あ、そうだった。そのプロになるしかないじゃないですか。はいはい、そうなんですね。で、まあ、中学の時はめちゃめちゃ本気でやってて、はい、で、石川遼とも同じ大会で会うぐらい、そうね、まあ、人口少ないんで、そもそも、はい、本気でやってて、まあ、高校も、まあ、ゴルフで行こうという感じでプログラム目指したんですけど、すごい、向こうもね、今や英語の宣伝してますまあまあ、彼はね、当時からもトップだったんで、あ、そうだ、ね、僕はなんとか関東大会出るぐらい、はい、そんなレベルだったんですけど、まあ、英語に目覚めましたね、その後。はい、山梨と関東だったんですか？ですね、実はね、あれ山梨静岡大会ってなんですよ。あ、そう、山梨静岡から関東に行けるんですよ、次。ああ、なるほど。そう、だから山梨静岡関東です。あ、うん、まあ、石川遼とも回ったことあるんですか？回ったことないです、もちろん。見たことあるだけです、東京。あの噂のね、で僕ね、2個したんですよ、石川遼が。はいはいはい、だから僕中3で中1で、はい、中1なのにめちゃめちゃ盛り上がってて、へえ、そんな感じです。そこでどうして英語に行くんですか？高校2年の時ですね。それまではあんまり英語もそんな好きじゃなかったんですけど、うん、受験が始まるじゃないですか。はい、そうですね。そう、その受験のタイミングでこれ無理だなと思って、その文法とか、まあ、偏差値が全然良くないし、はい、まあ、50ちょいで、はい、その当時はマーチに行けば神になると思ったんですよで、てかまあその空気としても総計上智マーチって言ったらもうすごい世界じゃないですか、うん、なるほど。でそこ行かなきゃいけないみたいな、なんか雰囲気もあって、私立文系みんな行くぞみたいな。とりあえず僕オーストラリアのイメージがすごいパラダイス的なイメージがあって、そうなんですね。そう、オーストラリアといったら勉強しないでしょみたいなあの海で遊ぶでしょみたいな感じがあって、まあ中学の時にホームステイ受けてたんで、あ、はいはい、そう、その時のイメージで、そうだ、オーストラリアに永住しようと思ったんですよ。そう、永住しようと思って、親にお願いしたら、いや、ふざけんなと、まあ一人っ子だろって言われて、じゃあ1ヶ月って言ったら1ヶ月 OK もらって、はい、ほうほうほう、そう、それでオーストラリアに1ヶ月行ったんですね。はい、そこで、まあ、日本人が嫌いなホストファミリーに当たっちゃったんですよ、たまたまね、そこでいろんなストーリーがあるんですけど、まあ、これ読んでいただけるので書いたんでそこでいろんなことがありまして、はい、まあ、和解したんですけど結局は、はい、あ、結構まあ差別的なところですね、まあ、まあそういうことがありまして、帰国してから英語を教え始めるという意味不明なことを取るんですよ。
高校生で、ね、高校生の時に後輩、ゴルフの後輩を集めて、はい、まあ、近所の子供と後輩を集めて、はい、お前ら英語は使えないとやばいぞっつってっていうような、なんか宗教的なやつを始めたんです名前もひそか塾ってね、今みつみつ言ってますけど、はいはい、秘密でやる、あ、秘密でやる、そういうこと。でもハンターハンターかと思った。知らない知らない、そうね、ひそかを知らないあのね、ハンターハンター僕わかんないですけど、ひそかにやる塾ってことですか。そうです、まあ僕の自宅で始めてね、やったんですけど、はい、まあ、それが盛り上がりまして、はいはい、高校在学中にどんどん人が集まってくる、はいはいはい、なぜかというと、生徒の成績伸びたんじゃなくて、はい、僕の成績がめっちゃ伸びたんですだからこれか、Learning by Teaching って書いてあるの。そうなんですよ、そういうことなんですね。僕の偏差値80超えたんですよ、河合塾の模試で。ああ、なるほど。で、これは奇跡かと思って、はい、自分で勉強してないんですよ、自分のための勉強じゃなくて、うんうん、人に教えるために準備してたら、はいはい、なぜか自分が伸びてくっていう。なるほど、うん、この仕組みすごいなと思って、うんうん、で、教え子にも、じゃあ君次から教えてねと、教えさせる塾を作ったんですよ。なるほど。っていうような、まあ、Learning by Teaching のスタイルで、すごい新たなネズミ校みたいな。そうそうそう、ある意味ネズミ校ですけど、でも本当に教える子伸びるんで、その後どんどん人が、まあ、生徒も増えるし、生徒もどんどん成績上げていくみたいなストーリーが生まれたわけですね。で英語にハマったと。ハマって、で受験、青学。受験は青学ですね。青学行ったんですけど、ただ青学はちゃんと勉強したというよりも、はい、青学よりも塾でしたね。塾を経営しながら青学行ったんで。え、山梨から通ってたんですか。山梨で塾作って、はい、で神奈川だったんですけど、青学って 1,2 年が相模原なんですね。あ、相模原で塾を作って、はい、で山梨でもう1個作って、はい、で3校、回しながら大学行ったんで。3校、山梨と、山梨と2つ、山梨2つと神奈川に、相模原に1個、この3つの拠点を、まあ、週7回回りながら生活するんですね。うわ、あの平日は大学に行って週 3,4、はい、回行って、はいはい、であとはずっと塾に行くみたいな。はあ、だからもう車の中で仮眠して、はあ、生活するような、ずっとこの回っていく感じですね。車移動なんで。車移動してたんですね。そう、運転しながら寝てたわけではない。運転しながら寝てないただ、ね、もう本当にパーキングで寝ることが多い。だからもう本当にその時のエピソードめっちゃあって、はあ、寝てるとやっぱジロジロ見られるんですよ、はいはい、そうですね、パーキングで寝てるからね、はい、大学の前のパーキングとかなんで、はあ、でも疲れすぎてるんで金縛りめっちゃ起こるんですよ。あ、はいはいはい、だから寝ててめちゃめちゃ人がこうやって幽霊とか見えてるんですよやべえ世界だなと思って。まあそれぐらい結構限界まで疲れるとね、金縛りってなるんですよ、ね、あ、そうなんですね。よくなりました自分も、はい、で24歳の時に、はい、まあ大学卒業して24歳の時に売却しましたね。なぜかというと、まあ僕の教え子ができちゃうんですよ英語は。はいはい、はい、僕はねやっぱ日本でやったんで、日本で7年間やったとしても、はい、教え子はどんどん海外行って飛んで帰ってきて、そうですよね、みんなペラペラで帰ってくるんで、はい、なんだこれと思ってちょっとまあ劣等感もそうだし、だ これまではなんか僕の言うことを聞けみたいな感じで、はいはいはい、僕は英語できるぞって感じだったのが、はいはい、まあ英検2級しか持ってないんで、はい、その高校3年の時ね、英検2級だぞって言って人呼んでたのに、はい、まあ、みんなもう TOEIC は当たり前だし、はいはい、まあ、トフルアイルツに移行してきて、はいはいはい、そうですよね。これはねちょっとね、もう一回やり直さなきゃまずいなと思って、まあ、売却してイギリスに行ったの。おー、なるほど。そこでこう大学院は結局どこに入ったんですか。1年で終わらせるはずだったんですよ、修士課程なんで。1年、そうですね、1年で終わりますよね。終わるはずが3年かかっちゃったんですね。長っまず1年目オックスフォード、まあ、合格はしたものの、はい、ついていけない問題、ああ、はいはい、ついていけない問題でやめて、はい、でシェフィールドというところでセルタを取ると。あ、セルタ、はい、そう、あのセルタを取ると。セルタも。そして結局は UCL というユニバーシティカレッジロンドンというところですね、はい、ロンドン大学院の教育研究所で、はい、で修士課程1年やって、2017年に帰ってくるんで、そういう、つまり3年かけて就職って、プラスセルタも取ったんでよかったんですけど、うん、ロンドン大学とロンドン大学院は同じです。ロンドン大学って7個あるんですよ。あ、ええー、そう、あのね、7個もあるん、あのね、ユニバーシティカレッジロンドンとインペリアルカレッジロンドンとかキングスカレッジ、ゴールスミス、いろいろあって、その連合をロンドン大学って言うんですけど、あ、はい、つまりロンドン大学って大学ない。へえ、ユニバーシティロンドンって大学ない。はいはいはい、複雑だから日本語ではロンドン大学って言いますけど、はい、ちゃんとした名称じゃないと。なるほど、まあ、複雑ですね、イギリスの大学、うん、オックスフォードの中にいっぱいカレッジがわーってあれもそうですよね。まあ3年いたら英語はすごいだいぶできるようになって、セルタも取ってますから、えーとですね、地獄のセルタを、まあまあそうですね、 IELTS 対策だけはしたんで。あ、なるほど。あの、まあ、行く前から IELTS 対策ばっかりやったんですけど、もう日本にいる時からもうバカみたいに IELTS の対策ばっかりして、 IELTS も出てますから。そうですね。で日本に帰ってきた。帰ってきて、はい、まあ何やるかって言ったら、やっぱり今までやっぱ山梨だけ限定で、山梨、はい、東京、神奈川限定の生徒だったんですけど、はい、これもうちょっとインパクトを起こしたいなと、はい、いうことがあり、全国の学校を対象にいろんなことをやり始めたんですね。おー。その一つがイングリッシュキャンプで、うん、まあ、全国の学校を巡ってイングリッシュキャンプやるっていう、うん、で帰国した時に、まあ、5カ所でやろうと決めて、はい、まあ、日本5カ所で海外大学生を日本に招待して、うん、でイングリッシュキャンプを開催するってことをやりました、ね。
なるほど、それがうまくいき、うまくいったのは、まあ、だんだん後半、最初ももちろんもうバチバチですよ、はいはい、もう海外大学生バチバチ大海外大学生をトレーニングするとか、あ、まあ、はいはい、ハーバードとかさ、ケンブリッジとか来る、はい、その講師たちにこうしろと、はいはい、ここは日本語ではこうなんだっていうことを、はいはい、やっぱディスカッションしながらね、ダジャレ、講師、こうしろ、そういうことですね狙ってないですけど、ね、そうですからね、教えられるわけじゃないですからね、ネイティブが教えられるから、そうなんですよ、そんなことない、英語できればいいだけじゃなくて、やっぱり教え方ってあるんだね、セルタ的なね、そうそうそう、日本人が日本語教えられるかって言ったら教えられないですから、やっぱ明示的に教えるって難しいんで、うん、苦労はやっぱ最初はあったと、もちろんで、タクトピアが出来上がると、ね、会社が、そうですね、タクトピアっていう会社があるんですけど、まあ教育ベンチャー企業5年目です、はい、で、今累計1万8000人ぐらいの中高生に、はい、まあ、プログラムを届けてるような感じですね、はいはい、結構あれですね、英語だけじゃなくて、まあ英語は本当にワンオブゼムなんですけど、はいはい、一番大きな基軸としてあるのがアントレプナーシップ教育なんですよ、はいはい、企業、ね、企業家精神って日本で訳しますけど、はい、何かというと自分の人生自分で切り開けるっていう話で、はいはいはい、自分のやりたいことを自分で明確に決めて、うん、チームを作って社会に貢献するみたいな、そういうなんか、なるほど、あの、はいはい、人生生きるための、まあ、マインドセットみたいなのを作る教育ですね、うん、っていうのを、まあ、あの主にやってますけど、はい、まあ、それだけじゃダメなんで、はい、言語としてのツールとしてその言語を学ぶってことが大事なんで、うん、僕はそこ担当でやってますね。わー、なるほど、じゃあいろいろやってるわけですね。そうです。これからまた大きくなっていくんですか。今もうオンライン化によってね、これまで地元限定だったのが、はい、この4月だけで講演会説明会700人も集まったんです、はいはいはい、で受講者数倍になってるんですよ今。へえ。このオンラインの流れによって、まあ本当に全国の中高生から、うん、まあ、問い合わせ来るということが起こってるんで、はいはい、まあ、これ本当に可能性が高いなと思って、やっぱオンライン化によって、はい、まあ、リングハッカーズっていう教育を、まあ、プログラムを作ったんですけど、はいはいはい、まあ、それが本当に今全国届いてるんで、うん、まあ、こういう形で意味のあるインタラクションを通して英語を学ぶっていうのを作っていきたいなと思います。なるほど。概要欄にリンク貼っておきますので、お願いします。リングハッカーズぜひ見てください、はい。でこれでまた大きくなって、まあ多分ね、これからもいろいろ活躍の場が増えていくと思うんですけど、まあまあ、頑張ります、これからも、はい、その時には、ね、呼んでください、なんかゲスト出演してください僕のプログラムにもぜひお願いしますということでですね、今回はアジアナンバーワン英語教師ちょっと恥ずかしいんで、ね、やめてもらってください、まあ、ラーニングバイティーチング、ラーニングバイティーチング、そうそう、これいい言葉ですね、教えると伸びますよって話が書いてあります、はい、ぜひ、はい、ご一緒ください。はい、ご一緒ありがとうございました。はい、さよなら。